どうもヒロですすお願いします、1. 旧石器時時代代から弥生時代今から一万数千年以前の時代を旧石器時代一万数千年前から紀元前4世紀までの時代を縄文時代紀元前4世紀から3世紀までの時代を弥生時代と言います。旧石器時代 まず最初、旧石器時代。旧石器時代の文化は、まだ土器が存在する前という意味で、戦土器文化と呼ばれていました。この時代はとにかく寒い。氷河時代。地質学で、更進性と言われ、日本は中国の方の大陸と陸続きでつながっていました。主に使った道具は、石を打ち描いて作った、打石器この頃は動物を飼ったり、 植物を取ったり、主に、狩猟採集の生活で、寒くて食べ物が少なかったので、大型動物を追い求めて、移住生活をしていました。旧石器時代で有名な遺跡は、群馬県、岩宿遺跡、長野県で南蛮像の骨が発掘された、野尻古遺跡があります。では、旧石器時代、どうぞ。 今から数万年前日本が大陸と陸続きだった時代を地質学で何という高神征は寒冷だったため何々時代と言われた氷河時代。 氷河時代に交互に訪れた寒冷な時期。氷期。氷河時代に交互に訪れた割と温暖な時期。寒氷期。更新生に大陸の北方から日本へ来た動物を二つ。 マンモスエゾジカ更新生に大陸の南方から日本へ来た動物を2つナウウマンゾオツジカ人類が地球上に現れたのはいつ七百万年前。 人類の進化を古い方から4つ「沿人」「厳人」「求人」「新人」静岡県で発見された化石人骨「浜北人」 沖縄県で発見された化石人骨を2つ港川人人山下町道人兵庫県で発見され消失した化石人骨明石人 一万数千年以前の狩猟採集を主な生活手段とする時代を何という旧石器時代旧石器時代に使われていた石を打ち描いて作った石器打製石器打撃用の石器 握り土かっこハンドアックス肉や皮の切断用の石器ナイフ型石器かっこブレード槍の先端につけた手つ用の石器戦闘機 ポイント木や骨にはめ込んで使う小型の石器群馬県にある関東ローム層から見つかった旧石器時代の遺跡。 岩宿遺跡。岩宿遺跡を発見したアマチュア考古学者。相沢忠弘。岩宿遺跡が見つかった赤土の地層。関東ローム層。 長野県で南満像の骨が発掘された旧石器時代の遺跡野尻湖遺跡北海道で最石器が発掘された旧石器時代の遺跡白滝遺跡漫画で覚える 見るだけ授業縄文時代次は縄文時代この時代は寒い寒い高新性が終わり暖かい安心性がやってきます海面が上昇して日本列島が出来上がりました温暖化で大型動物が絶滅し中小動物が増えましたすばしっこくて小回りの利く相手に 今までのパワープレイが通用ししななくなりましたパワー力こそそれを補うために弓やなどの道具が発明され海面上昇して海が増えたので旧石器時代のに加え骨格器や網で魚を取るも行われるようになりました道具も惰性石器に加えて新しく魔性石器 を使ったり、縄文土器で料理を作るようになりました。周りに食べ物が増えたので、旧石器時代のように大型動物を追って移住生活する必要がなくなり、縦穴住居を作って定住生活を送るようになりました。縄文時代で有名な遺跡は、青森県、三内、丸山遺跡、アメリカの動物学者モースが発見した。大森海、貝塚などです。では、縄文時代。 どうぞ,どうぞ温暖化して日本列島が形成された時期を地質学で何という関心性一万数千年前から紀元前4世紀の時代を何という縄文時代。 縄文時代の区分を六つ。早々期、早期、前期、中期、後期、晩期。縄文時代の主な食料確保の方法を三つ。狩猟、漁労。 最終定住のために穴を掘って建てた縄文時代の住居縦穴住居縦穴住居の中央に火を使うために設けたものろ 集落の近くに作られたゴミ捨ては貝塚この時代に使われた厚手で骨褐色の土器縄文土器考古学の土器などの年代測定法。 放射性炭素年代測定法縄文時代中小動物を狩るために発明されたもの弓矢弓矢の先端につけた小型の石器石属 石属の材料になる黒いガラスのような石黒曜石黒曜石の主な産地を二つ北海道の長野県の北海道十勝岳長野県和田峠 新潟県姫川で取れる紅玉の材料になる石翡翠大阪と奈良の境にある二条山で取れる石サヌカイト動物の皮を剥ぐ石器 石碑木の実をすりつぶす石器を2つ石皿すり石縄文時代に使われるようになった石器麻製石器 摩石器が使われるようになった時代を何という新石器時代動物の骨や角でできた魚籠の道具骨器魚籠で網を沈めるために使った道具を2つ。 土水・積水漁羅や島の往復のために使われた船丸木舟豊作子孫繁栄を願って作られた女性をかたどった人形土偶。 子孫繁栄を願って作られた男性をかたどった道具石棒自然物や現象あらゆるものに霊が宿っているという考えアニミズム。 縄文時代の体を折り曲げる埋葬法屈葬縄文時代の聖人の通過儀礼抜歯アメリカ人の動物学者が発見した貝塚 大森貝塚大森貝塚を発見した人モース青森県にある縄文時代の巨大遺跡山内丸山遺跡 千葉県にある縄文時代の貝塚かそり貝塚福岡県にある縄文時代の遺跡板付遺跡佐賀県にある縄文時代の遺跡 名畑遺跡青森県にある縄文時代晩期の遺跡亀ヶ丘遺跡秋田県にある環状列石がある遺跡大湯遺跡漫画で覚える 見るだけ授業弥生時代最後は弥生文化大陸から稲作金属機が伝わりそれまでの取って食べる生活から食べ物を生産する時代に変わりました新しく伝わった金属機のうち鉄器は武器や農具などの実用的なものに製陶器は採取用の道具として使われました 稲が育つと、石防橋で、北かりして収穫して、高床倉庫に保管しました。弥生時代は人が生きるために便利な稲作が伝わったことで、たくさん持つものと持たざるもの、貧富の差、上下関係が生まれました。悲しいね。また、生活を便利にする金属器が武器として使われ、争いが生まれるようにもなりました。切ないね。 そのため敵から身を守るため周りを掘った観光集落や見晴らしのいい山頂や丘の上に高知性集落を作りました。弥生時代の観光集落で有名なのは佐賀県吉野遺跡弥生時代の水田跡が見つかった遺跡で静岡県トロ遺跡がありますでは弥生時代どうぞ紀元前4世紀から3世紀の時代を何と言う 弥生時代。弥生時代の特徴を二つ。稲作と金属器。弥生時代の金属器のうち、実用的なものを何という。鉄器。 弥生時代の金属機のうち再使用のものを何という青銅器青銅器で金器を中心に分布したもの銅鐸青銅器で瀬戸内を中心に分布したもの 平青銅器で北九州を中心に分布したもの銅鉾銅貨、弥生時代の薄手で赤褐色の土器弥生土器弥生土器で貯蔵用のもの <壺 S 2> 弥生時で煮たき用のもの。かめ <亀 S 2> 弥生時で盛り付け用のもの。たかつき弥生時で蒸すためのもの。 古式弥生時代前期の生産性が低い水田湿田弥生時代後期の生産性が高い水田乾田収穫した稲を保管した場所 高床倉庫弥生時代の種を直接まく方法直巻き弥生時代前期の稲の刈り方北光で使った道具 石包丁八重時代後期の稲の刈り方「ねがり」「ねがり」で使った道具「鉄釜」 弥生時代の工作用の農具を2つ「きくわ」「きすき」「水田に足が沈まないように履く」「農具」「タゲタ」「肥料を踏み込む」「農具」 大足、脱穀に使われた農具を2つ木薄立木根水田を平らにする農具えぶり稲を運ぶための農具。 田弥生時代の糸を紡ぐ道具防水車周囲に溝を巡らせた軍事的な集落観合集落。 佐賀県にある弥生時代の観光集落。吉野狩遺跡。奈良県にある弥生時代の観光集落。唐子鍵遺跡。大阪府にある弥生時代の観光集落。 池上曽根遺跡神奈川県にある弥生時代の観光集落大塚遺跡眺めのいい山頂や丘に作られた軍事的な集落高知西集落 香川県にある弥生時代の高知性集落四腕山遺跡静岡県にある弥生時代の水田跡がある遺跡虎遺跡青森県にある弥生時代前期の水田跡がある遺跡 砂沢遺跡青森県にある弥生時代中期の水田跡がある遺跡垂柳遺跡島根県にある弥生時代の道県が出土した遺跡広神谷遺跡 島根県にある弥生時代の銅鐸が出土した遺跡鴨岩倉遺跡弥生時代の北九州で見られる土器で作られた墓亀かんぼ 弥生時代の朝鮮や北九州で見られる大きな石で支えた墓。墓弥生時代の北九州で見られる石を長方形に組んだ墓。箱式石棺墓。 弥生時代後期の近畿で見られる溝を巡らせた墓包茎麒修墓弥生時代後期の近畿で見られる盛り土をした墓墳丘墓 弥生時代後期の岡山県で見られる墳丘墓。縦付き墳丘墓。弥生時代後期の山陰地方で見られる四隅が飛び出した墓。四隅突出型墳丘墓。 弥生時代の手足を伸ばしたままの埋葬法新天葬弥生時代に北海道で形成された文化俗縄文文化弥生時代に沖縄で形成された文化 まんがでおぼえる「みるだけじゅぎょう」。